ありがとうございます。夜優しいな。みんなこれやってくれ。夜優しいな。みんなこれスタートしてくれ。過保護になる。朝の時やってたさ。男子と女子違う。逆じゃん。公共みたいな。優しい。ありがたいね。最初に質問コーナーで行こうね。質問コーナー。で、番号紹介してる。すぐ行ってない。すぐ行ってない。初めにあれやる。読むやつがさ、あれ読んで、スペースさんも言って。あ、これを言って。そう、タイトルコールしたから、いつも説明です。で、コーナー入ってきたら任せるから。入ったらこれ行くからさ。これカットなんで。うん、カットしない。じゃその時、うん、でいいよ、全然いい、でもいい、うまかった。一服堂さんのいつもありがとう。エコ入ってます？入ってる入ってる毎度株式会社ピースコミュニケーションズの提供で1時間お送りいたします。本日はあの一服堂さんのわけはですね、なんと先日七右衛門があの誕生日でしたので、シフォンケーキをいただきまして、はい、一服堂さんより、ね、あの先々週ぐらいですかね、はい、番組で言ってたんですけどね、はい、先々週かな、言ってたんですけどね、はい、しっかりあのお願いしてくれて、はい、厚かましくお願いしたんですけど、はい、一服堂さんありがとうございます。私もあのお裾分けいただけるかしら。待ってましたっていうことで。あ、一服堂さんこんばんは。ありがとうございます。いただきます。この逆さにしていいのか。はい。これ住所出てますか。そうですね。皆さん京都の方のね、一服堂さん。はい。お店は一服堂さんなんでしょうかね、これ。そうかな。ケーキ屋さんです。スタッフの皆さんでありがとうございます。無事に届いておりまして、はい、あとで、僕が全てお腹に入れようかなと思ってますけども。はい、あ、紅茶シフォンケーキ。一服工房っていうところらしいので、皆さんね、京都、これは木更津でいいです。こっちの住所がお店なのか個人か分かんないんで、はい、ちょっと ね、言いにくいんですけど、木更津まではいいですかね。木更津。木更津の。木津だ。木更津じゃねえ。木津川市の、うん。読み間違えた。木津川。一服工房さんで、はい、お買い求め、お金払って、はい、お買い求めくださいませ、はい。ネット販売とかも OK ですかね。そうですかね。郵送はね、皆さん着払いで。もし、ネットで売ってなければ、はい、こっちのラジオに注文食べたいって言えば、はい、こっちからラジオで伝えて作ってもらって、はいはい、送ります、はいね、送ってもらいましょう、はい、広めましょう、はい、まず宜野湾市長にこれ食してもらえますか。あ、家でやってるので注文です、ね、注文です、はい、あ、いいですね、はい、ネットで。あ、検索。ホーミーさん、こんばんは。こんばんは。美味しそうでしょ、いいでしょう。もう、僕の大腹も空いておりまして。はい。美味しくいただくんですけども、後でね。はい、また。待ちきれるかどうか、この番組内。はい。大丈夫ですかね。僕よりノイピー危険ですよね。甘いものに目がない。紅茶、シフォンケーキの中でも、また紅茶のシフォンケーキは好きなんです、はい。あ、そうですか、はい、読みましたか。はい。紅茶。読みましたか。いや、もう紅茶だけ見たんです。紅茶シフォンケーキ、大好きなんですよ。中身見せ。中身見ていいですか？あ、ホームページもあるっていうことで、はい、じゃあ、ノイピーは開けとくんで、進行の方に。ホームページも、
検索していただければ一服堂、一服工房で検索お願いいたします。ラジオなんでビリビリビリ、味はいろんな味あると思います。皆さんホームページあるっていうことなんでね、はい、皆さん一服工房で探していただいて、はいはい、見ていただければ。おー、あ、おいしそう。おー、カードがついてます。カードまでありがとうございます。お、ありがとうございます。はい、木部さんお誕生日おめでとうということで、はい、素敵な一年になりますようにということで、はい、実はもうこの誕生日、はい、仕事でもね、はい、いいことが結構続いておりまして、うん、そうですね、ね、いろんな仕事、頑張れよじゃねえわ。ブライダルのウェディングの方もね、はい、もう提携先が結構急にこの1週間で何件か増えましてですね、はいはい、で扱っているこのお塩なんかもまたね、はい、おろせそうで、あ、そうですね、一服堂さん、この私たちが扱ってるお塩、塩でシフォンケーキ、はい、試してみていただければ、有名な沖縄県、東京にもありますかね、はい、マース屋っていうところがあるんですけど、はい、ここでも探してる塩が見つからないと、それを実は自分たちが扱っていたっていうことが今日発覚しましてね、はいはい、早速全国展開をいいですね、塩で、はい、ブライダルも忘れずに全国展開、はい、海外へもね、はい、いいよね、はい、行きたいと思います。増えてきまして、今日僕が何年ぶりでしょう、十何年ぶりかに、はい、まあちょこちょこ前連れて行ってたんですけど、はい、風呂敷屋さん、はい、大阪で勤めてた時の風呂敷屋さん、はい、メーカー、はい、風呂敷メーカーなんですけども、得意先のとこに行って覚えてくれてまして、名前までは出なかったんですけど、同じニックネームでした、ね、まあ、しんちゃんですから、しんちゃんね、このシチュエモンと同じ名前に近いもんがあるんですけど、キキマルさんどうもこんばんは。一服堂さんもほら、あ、塩の塩新しいねってことで、キキマルさんがいつもありがとうのお二人さんです。そうです、そうです、この時間に変更しましたのでよろしくお願いします。はい、あまり聞いていただけないということで、この時間に移ってきまして、はい、で、この時間でも聞いてもらえないようだったら、はい、僕たち、まあ、勝手に、スマホで撮って、はい、勝手にもう流したろうかなと思って。はい、じゃあ、ラジオジャックしたろうかな、はい、この辺で電波飛ばしまくったろうかなと。本気で話し合いましたよね。うん、もう自分たちで撮るかよ、喋りたいことだけ喋っとくかみたいな、ね。無料ですからね。無料なんでね。考えたんですけど。一服堂さんのスタンプも消しゴムで作った消しゴムハンコで。かわいいよね。かわいい。このステッカーもそうですかね。かわいいね。ね、これは、はい、ご主人ですか？いや、一服堂さん。一服堂さんです。一服堂ですか？一服工房。工房。あ、工房ですね。うん、ほら。ほら、工房。工房ですね。ですよ。はい、いいですよね、はい。めっちゃ大きいですね。そうですね。美味しそうですね。今日、スタッフまだいますから、これ隠して帰らないで。スタッフも。いや、でも、やっぱりスタッフの人にも、食してもらって、はい、で、宣伝してもらって。はい、先ほどのお二人は帰りましたかね。あれも女性は危険ですよ。ね、残しませんよ。おかわりされちゃう。残しませんよ。はい、この番組は株式会社ピースコミュニケーションズの提供で1時間お送りします。ピースコミュニケーションズは宜野湾市にブライダルサロン通所介護を運営している会社です。宜野湾市の会社です。よろしくお願いします。はい、またインターネットでもご覧になれますので、メッセージツイッターでもよろしくお願いします。曲のリクエストも来てますね。はい、コメントもいただきまして、はい、曲がですね、ユーミンさんの何でしたっけね、何でした、ユーミンさんの優しさに包まれてで包まれたいっていうコメントメッセージいただきました。包まれてください、はい、包まれてください、どうぞ。
黒がね。いきます、笑ってください。なんか自分が思います、思ってください。後ろの亡霊の絵手ぶれなしですか、はい、今日手ぶれなしですか。手ぶれなしです。ここで食べましょうね。食べましょう皆さんで。やったぜ。ホームページもねできたということなんでね、うん、ちょっと見てみましょう。これで見れるか、なんですか。 URL 貼ってくれたらね。キャスの音上げてって、うん、キャスのツイキャスってこと。あ、音上げて、あ、上げました。そういえば先週自分たちの番組あれユーストの録画のやつ、はい、音入ってなかったね。あ、本当ですか、うん、画像だけ進んで、映像だけ進んで、はい、音が入ってなかった。あ、自分たちの後も入ってなかったのかな。山内さん聞いてますか。徳田が今度干潮するらしいですよ。ちょっとキャス更新する際に保存してもらっても大丈夫ですか。はい、お願いします。これあれ、あの一服堂さんのホームページの URL なんかがあればね、貼っといてもらえたらいいんじゃない。これは何、アットマークどういうことですか。ブックマーク、ブックマーク書かれてたね。ホームページあるって書いてます。今自分も探そうと思ってるんだけどさ、あのアップルで自分も分からん。アップルじゃなくてアップルじゃなくて、この後 CM 行きますか。そうですね、 CM 行きましょうかね。分かりました、はい、はい。そうだ、いいね。ほら、一服コーヒー。ほんと、多いよ、多いよ、多いよ。お、これだ。一服コーヒーさんやね。URL が出た。お、かっこいい。かっこいい。おしゃれ。消しゴムハンコって書いてる。消しゴムハンコ。かわいい。このページかわいいね。消しゴムハンコも作ってる。なんか便座が出てきた。かわいい。このページかわいい。四角。四角です。四角。一服堂さんの紹介しよう。ああ、すごいですね。もうすぐ始まる。はい。おお、おいしい。はい、5秒前です。ピースコミュニケーションズのいつもありがとう。入ってろ。毎度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 。この番組は株式会社ピースコミュニケーションズの提供でお送りしております。ピースウェディングスタイルのコーナーです。イエーイ、よろしくお願いいたします。ピースウェディングスタイルは宜野湾市にもあります国営ビデオさんの大変なる多大なるです多大なるご支援ご協力を受けたまわっております。はい、昨日もあの社長ね、はい、あの夜寄っていただきまして、はい、いろんなお話しして、はい、あのノリピーが電話かかってきてたんで、出て行ったまま帰ってこないんで、はい、電話どこ行ったかねって社長帰られたんですけど、はい、どこ行ったのかね誘拐かねって。あれからもう何件も入りました。あ、そうですか。まあ、結構ね出るとき電話多いですもんね、はい、あの特に塗装工業の電話入るからね、はい、で社長とまだまだまだあと何日かちょっとまだラジオではね、はい、言えないんですけども。あ、ダメですかと思います、うん、なのでもうちょっとだけ我慢して、はい、でも自分たちにとってはすごく楽しみな話であったりとか、はい、ワクワクする話であったり、もちろんあのそれだけじゃなくね、はい、あの自分のこのこんなどうですか、あんなどうですかっていうことでこれ行ってきたんですよ。で僕も報告をちょっとして、はい、例えばレストランであったりとか宜野湾市のある場所施設であったりとかね、はい、話をしてきてですね、またあの嬉しいお話をいただいて、はい、社長とお話するとやっぱり元気もらえるんですよ。社長毎日あの担いでによろしくお願いします。でも今日はまたね、はい、
営業行ってきたじゃないですか、ツーリストも今日行ってきてね、はい、またいい話、帰ってきた時また担当者の電話あってですね、はい、あのいい話に、チャッタンにも今日ね、また行ってきてですね、はい、今日なんかの営業回ってから、また最近ね、この1週間、身になる話が続いてましてね、はいはい、私の足にもあの身になるものがつきます。筋肉ですか油ですか油も。ああ、油ですか、はい。今日はあの、那覇のね、方までちょっと出向いて、はい、あの、時間がちょっとあの近くまで行ってたんでね、はい、時間ちょっと見ながら、また流走も見てきてからね、はい、変わった流走あって、はい、これおしゃれだねっていうことで親切してもらってね、うん、また、引き出物とか、この、今後のためになるような、もの風呂敷であったりとか、はい、まあ僕が風呂敷屋さんにいたんでね、ちょっとねサンプルを揃えてきましたね。いただいてね、これ昔僕が働いてた社長にもこの間お話したんですけど、お話して、風呂敷屋にいたんです。その得意先の方で、今日も以前の従業員の人と、はい、まあ、先輩っていうかもう上司だった人の話とかで盛り上がってたんですけど、はいはい、覚えててくれてね、うん、もう嬉しかったんですけども、うん、でほら結納、はい、私たちやりますっていうことで、はい、あそこも有能商品結構おろしてたんですよ。ああ、そうですか、うん。そうなんですよ。うん、で、内入れの風呂敷とかも使ってたので、はい、いいのかなと、はい、これはやっぱり社長からも提案いただいた、この、有能。はい。社長聞いてますか？ネットで聞けてますか？聞けてますかね。ネットでもいけるのっていうことで、はい、昨日言ってたので、はい、聞けてますか？またリクエストもあってますよ。まだ社長はこの時間ね、お腹空かして、はい、ニュース見てる頃で、ラジオで1時間ちょっと楽しんでいただければなと思うんですけども。はい。はい、ね。まあ、今、ちょうどね、この施設提携してきてるんですけども、はい、バレンタイン企画、ちょっと企画を出してからやろうと思ってるんですが、はい、バレンタインの日っていうのも実は一箇所では、もうピンポイントでこの日空いてるんだよっていうところがあるんですけども、はい、この日だけを絞ってやるよりは、その前後の週の、まあ、どの日でも、新郎新婦さんとか、はい、予定の日ってあるじゃないですか。はい、もうピンポイントで決めたらちょっと、残念ってなるのも申し訳ないので、うん、14日は今のところ絶対空いてます。で、その前後で、バレンタイン。2月。突撃になりますけども、はいはい、もういきなりになりますけども、はい、レストランウェディングであったりとか、はい、ちょっとしたパーティーをやりたいっていう時はもう年内に言っていただければ、ギリギリ間に合いますね。はい。はい。ドレスも新しいのどんどん入荷してますから、はい、流装もありますし、僕たちもその辺はね、どんどん協力できるんじゃないかということでやっていきたいなと思ってます。はい、もうバレンタイン企画、なんて言えばいいでしょうかね。バレンタイン。ありきたりなネーミングはあまり使いたくないんですけど、はい、まあ今のところ、バレンタイン企画っていうことで、はい、ハートブライダル。ハートブライダル、はい。いいですね。バレンタインにちなんで、心を込めた。あ、いいですね。ブライダル。いいですね。まあ、人数はね、はい、そんなに多くなくても、私たちの対応できますから、はい、とにかく一度投げてもらえればね、はい、そのいい提案、自分たちはその都度その都度、提案としていっぱい投げていきたいなと思ってますんで、はい、相談ね、サロンに来ていただいたら嬉しいかなと思いますね。はい。はい。もう、新しいドレスも、昨日、おとといですか？あ、はい、昨日ですよね。誕生日の日に僕、ドレスがまた入荷したんですよ。うん、遅いなって言ってた一着が入ってきましてですね。飾ってるんですけど、はい、結構上品だね。かわいらしい。かわいいですね、はい。入ってきたんで。はい。ということで、ウェディング。はい。どんどん、これから企画もので出していきます。また、ブライダルフェア、なんかも今企画しております、はい。新しいね、場所でこれから始めるっていうところも何箇所ありますので、はい、そこでちょっと提携させていただいているので、はい、そこで、ブライダルの、ブライダルフェア、もしくは、これやりたいんですよ。やっぱりね、僕が沖縄に来だした何年か前に、移住前ですよ、はい。やっぱり一般参加型の沖縄初のウェディングショーをやる、はい。全員も一般の人、プロ使わずやろうということで、はい、で、その時に、結婚してるん、して夫婦なんだけども、式を挙げられなかった人。はい。っていうのが、やっぱり沖縄には多数いらっしゃってですね。はい、その人のために、まあ、お子さんもいるし、もう生活もあるんで、お金はかけられないけども、形は残したいっていう方がいっぱいいらっしゃって。はい、で、そういった方のウェディングもやりたいんですね。はい。なので、こういった方の企画も、ブライダルフェアを通してやるのか。はい。また、こういった人、だけのプランをまた作るのかということで、
あの両方作っていきますから、はい、あのこういった形残したいという方は遠慮なく言っていただければありがたいなと思います、はい、ああのDJ チャラって AKB ファンさんでしょ、ファンさんでしょチャラい AKB ファンさんでしょ書いたんですかこんばんは選手いらっしゃってましたよね。あ、そうですか。はい、でちょっと忘年会自分たち出れなかったんですよね、はい、他のところもあったんでね、はい、出れなかったんですが、であのそういったプラン企画、はい、とにかくね自分たち投げてプランをどんどん投げていきますけど、はい、逆にお前たちこんなんできるのかっていう感じで、はい、お前たちできないんだろうみたいなワイルドだろうみたいな感じで、はい、投げに来てくれてもいいですよ、僕たちそれ叶えますよ、はい、大体のことは。なのでそういう逆提案もしていただければ、まあ、それがやりたいんであればそれてもらえれば形にしていきましょう、はい、一緒にね、そういうちょっと変わったウェディングサロン、まあ、通常のこともできるんですけども、はい、ちょっと変わったより近い新郎新婦さんにより近いウェディングサロンっていうことで、はい、そこを目指しながらやっていきたいなというふうに思います、はい、あ、AKB ファンさん今日も来てるけどって一回帰ってからまた来てるんですか。今日も来てるけど通り過ぎたって先ほどの方じゃないですよね。じゃないでしょ、先週、あ、違いますよ、先週見た顔とは違いましたよ。あ、どこ行ったんでしょうかね、はい、今日も来てるけどってことは1週間ぶっ通していたっていうことですかね1週間ぶっ通して一回帰ってから、すごいですね、航空会社に貢献してますね。貢献してますね。ね、はい、また1点、はい、ウェディングからのお知らせです。はい、ウェディングスタイル。何、会社名忘れたって今。ピースラボ。はい、ピースウェディングスタイルが開催する。開催するピースドットラボ。これはですね、独身者のクラブでして、もう独身、男女を募集をしておりまして、交流もとね、交流を、はい、お茶会したりですね、何かいるんですかお茶会したりも、もう本当に身近に、あ、手振ってるんですか。いや、違います。今、キベちゃんとノリピーがギノワンの FM ギノワン窓から見えたっていう、あ、窓から見えた、どこから見てるんですかね。ちょっと集中してお知らせさせてくださいね。はい、アットホームの出会いとか、はい、待ってるだけでなかなかもう出会いって、うん、そうですね、皆さんもお仕事を勤めされてる方とかは難しいですので、うんうん、お仕事を頑張ってる皆さんに応援して、うん、そうですね、力になれれば、はい、微力ながらにも絶大なる力を出しますよ、はい、出しますので、まあ、学生さんもお勉強でお忙しい、うん、遊びでお忙しい方なども、うん、ピースラボに会費は無料ですので、カード発行します。カード、はい、プレミアムメンバーズで入会していただきたいと思います。また自分のね魅力、男性も女性も、うん、自分の内面の魅力を引き出せるように、うん、皆さんがこれを受けたいっていうセミナー、先生とかのもいろいろ調べて、そうですね、皆さんと自分の魅力アップのためのね、セミナーなんか入れても面白いですよね、はいはい、お勉強も取り入れたりとかしたいと思います。お食事したりとか、そうですね、はい、なんかお互いの魅力を発見したりとか、はい、このお互いのものを引き出したりとか、はいはい、なんかそのなんていうんですか、相性をね合う人がいればいいですし、そうですね、でも大人として、まあ男女ね、独身者としてこんな、はい、そうだよね、ああだよねみたいな会話になったりとか、はい、っていうのもいいのかなと思いますね、はいはい、お互いにね、まあ、少人数制でやっていきたいと思います。そうですね、はい、開催会員はどんどん増やしながらね、会員は、はい、大勢がいいっていう方もいらっしゃいました。そうですね、皆さんのニーズに合わせて開催どんどんね、はい、交流を目的としたピースラボのプライベートメンバーズに、はい、ぜひぜひ加入していただきたいですね。も何人か、うん、決まってますので、沖縄県内だけじゃなくね、はい、ほら AKB ファンさんのように、はい、沖縄にも来て、はい、いずれ、まあ、AKB ファンさんがどう考えてるか分かんないですけど、はい、移住したいんだよねとかっていう人でもね、はい、会員になっていただければ、はい、来た時に、はい、じゃあみんな来ますよ、開催しましょうとか、はい、できますから。婚活だけではなくてですね、うん、また本当はピースウェディングスタイル結婚式につなげていきたいんですけども、うん、
それだけじゃなくて、お友達、お友達増やしてね。あの、結婚してからも、うん、もちろんあの、これね、他で結婚式する人も出てくるかもしれないんですけど、はいはい、してからも、この、沖縄の離婚率はもう、ワースト1ですよ。たまにワースト2になったり、大阪、沖縄で、こう、順番変わっていくんですけど、争ってるんですけども。だけど、それを減らすっていうまでは大げさなこと言えないですけども、関わりある人が、そういったことがなく、はい、幸せになってもらえるようにね、はいはい、そうですね。なんとこの七重も、コーチングも、はい、やってますので。はい、僕はもう見た目とは違って。講師やってましたから。講師ですから。はい。コミュニケーション系のね、はい、コーチングやりながら、でもコーチングっていう名乗るのが嫌でやめたんですけど、うんうん、まあ、まだ大丈夫ですよ。あ、ね、なコミュニケーションスキルですから。はい、あと、あれもですよ。一応、カラーコーディネーターでもありますから、はい、私。はい。うん。自慢げですね。色が好きなんですよ。はいはい、色見てると落ち着くんですよ、なんか。ほっとするんですよ。また、ピースラボはですね、なんとお客さんからも体験談、いただいたんですよね。はい。こう、もう結婚されて、前の体験の方から結婚はしてるんですけど、お子さんも何人かいて、うん、でも式を挙げてない、うんうんうん。で、奥さんはドレスを着たい。で、旦那さんは、そんな奥さん側からしたら乗り気に見えないっていう、うんうんうん、やはり他のね、よく聞くケースで、結婚式の、こう、やりたいことが合わないとかでね、喧嘩して離婚に発展しそうな、ね、カップルもいましたね。いますので、旦那さん一番最初に泣いてましたね。はい、そのなんかとても結婚ピースウェディングスタイルで結婚式挙げてよかったって声いただいて。そうですね。結構自分たちこのまだ小さな会社で始めてますけど、はい、やっていただいたお客さんは、はい、みんなそうです、結構感動して、はい、この間も。うん、ここで自分たちにお願いしたから離婚せずに済みましたみたいな。済みましたっていう、もう言葉をいただいて、ね。もうありがたい、泣きそうでしたね。お子さんもいらっしゃるので。うん、もうお金にはね、大きい会社にはもう負けますけども、この気持ちは負けないですので。そうですね。大きな会社に負けるのはもう資金力だと。資金力と、視力だけです、ね。会場的なものも自分で持ってるか持ってないかだけで。はい、いや、もう会場も負けないです。もう自分たちもね、提携制度もありますし。はい、来年にはまたね、はい、面白いこともありますし、はい、なのでそれ以外のプランであったり、はい、この気持ちの部分、一生懸命さは、はい、多分沖縄県内まず負けないですね、はい、全国でも負けない自信はありますね、はい、うん、たくさんコインいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。そんな、なんか朝にはなかった。朝なかったですね。OK ですね。コインね、また七重門も朝とは違ってテンション高いですね。テンション高くて耳が痛いです、ね、痛いです、ね、あ、そうですか。もともと僕地声がでかいんでね、はい、よくうるさいって言われますからね。本当うるさいです、ね。すいません。普通に喋ってるんですけど。はい。ピースウェディングスタイル、はい、国営ビデオさんのお知らせです。はい。はい。国営ビデオさん、ブライダル記念撮影、ロケーション撮影、イベントコンサート、記録撮影、映像創出、観光、闘牛ビデオ撮影販売、各種映像編集、フォーマット変換、いっぱいありますね。あります。いろんな映像全般ですからね。映像全般ですね。うん、で今はい、普通のカメラもやってますか。カメラも、はい、扱っております。よろしくお願いいたします。沖縄県宜野湾市宜野湾 1-13-22 宜野湾市宜野湾 1-13-22、場所がわからなくなりましたら、お電話番号 098-892-4454、098-892-4454までお問い合わせください。もしわからなければ、はい、うちのサロンの向かいに、普天間堂さんですかね、はい、文房具の、はい。こちらに、例えば編集してもらいたいものとか、はい、デジタルに変えたいっていう商品があったら、はい、こっちに、持って行ってもらってもいいですし、はい、でもし撮影のことで問い合わせて、うん、場所がもしうちの方が近いんであれば、はい、うちに来てもらってもいいですよ、はい、はい、地図も書いてちゃんと電話もして相談しますから、はいはい、その辺は遠慮なく紹介できます。社長、ピースウェディングスタイルでも打ち合わせ大丈夫なんですよね、うん、ね、多分季節社長うんって言ってますから今もう、はい、
昨日も社長言ってくれました、こっちでも打ち合わせもできるねって社長言ってくれて、はい、あ、そうですか、だから言っときました、はい、スタッフの人も近く通った時は、うん、ぜひ寄っていってくださいと、はい、いうことで、はい、多分今スタッフの人また今日ね編集作業とか週末で忙しくなってるはずなんで、はい、まだ皆さん聞いてくれてたらね、はい、皆さん来ていただければね、はい、いつでも、はい、機械がお茶入れますから、はい、お待ちしております、美味しいお茶入りますね、はい、ね、はい、今日はまたリクエスト、先ほどリクエストをいただいた方から、はい、コメントいただきまして、うん、わーい、ありがとうって女まで届けてくれっていうことなんですけども、女村の方からも、リクエストいただくんですけど、FM ギノワンさんも力頑張ってください。女村まで、全島沖縄県届くように。できればね、てください、まあ、家お家の方で作ってるということなので、はい、さっきホームページ見たんですけど、ね、あ、そうで、一服工房さんですか、一服工房さんね、はい、こっちのメッセージ入ってたのかな、なんか入ってたんですけど、はい、だから注文あれば作っていただけるということなので、はい、ありがたいです ね、注文どんどん皆さんね、はい、ギノワンしてもどんどん入れていきたいですね、はい、なんかメニューみたいなこのプリント出し置いといたら、ここでまたね、パーソナリティの人が、はい、これ言ってくださいって置いといたら言ってくれるんじゃないですか言いなさいみたいなね、はい、僕たちはどんどんまたね宣伝していきたいなと思いますんでね、はいはい、よろしくお願いいたします。ぜひぜひ沖縄にも遊びに来ていただけたらね、一服工房さんの、このプロフィールがすごいすごいですね、歯科衛生士、はい、でこれ会社名言っていいんでしょうかね、はい、日の出和紙株式会社、消しゴムハンコインストラクターということで素晴らしいですよね、はい、菓子製造業営業許可ありということで、やっぱ無許可でやる人も多いんでしょうかね、闇で、いいです ね、でも素晴らしい許可取ってね、はい、やっていらっしゃるということで、はい、注文受け付けてるって書いてあるんでね、はい、楽しみですね、こちらもどしどしご注文をよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。ホームページもおしゃれなね、はい、ホームページですから見てください、はい、じゃあ、はい、宣伝コマーシャル行きまーす。ありがたいんですが、送料がクール便結構かかりますんで、おすすめしません。いや、結構ですね、いいですよね。かかったり。タームパイをやってるお友達がいるんですけども、結構もこの送料負担でも注文していただける、うん、県外の方もいらっしゃいます。それでも食べたいっていうね、食べたいっていうこと、やっぱ好きな方は、うん、ぜひぜひ、はい、不動産の方もね、はい、もう忙しい、本気は気難しいですね、あ、福島屋近くの山田さんの、これ正月自分たちのタロの前で置いたら売れるんじゃないですか買っていくんじゃないですか、ね、郵便局さんもね、頑張って値段落としてくれたらいいです確かに、でもいいかもわかんない、コイン嬉しいね、5秒前です、ピースコミュニケーションズのいつもありがとう、ハイタイ、ハイタイ、この番組は株式会社ピースコミュニケーションズの提供でお送りしております。ピースケアスタイルデイサービス、地域密着型のデイサービスです、はい、ギノワン市地域密着のデイサービスです、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします、はい、またちょっと新しい、はい、ものをレンタルで入れましてですね、はい、ジアムーバー、はい、酸化水、はい、酸化水でした、はい99% 水なんですけども、はい、ウイルス、インフルも効くって言ってましたね、はい、もう殺してくれるということで、高齢者の方なんで、施設内だけでも絶対にね、この、なんていうんですか、消毒であったりとか、はい、普通に今までだったらアルコール消毒するんですけど、手が荒れたりとか、揮発で酔ったりとか、はい、匂いも結構きついじゃないですか。はい、で、それを、自分たちの方の施設で別のもの、ね、アルコールよりも結局、ウイルス殺してくれるっていうことであったりとか、はい、まあ、空気清浄機でね、その水を使って飛ばしてるんですけども、はい、掃除なんかは、オートした掃除なんかは全部それでやると。はい、まあ、オートは今いないんですけども、はい、掃除全般それでやってるんですけども、はい、今まではちょっとタンクにもらいながら行ってたんですけど、はい、ちょっと生成機械を入れまして、はい、これもね、
あの、ご家族もやっぱり、どこで風邪もらったかって実際知ろうと分かんないと思うんですけども、はい、うちの施設でもしね、充満したら大変なことですよ。そうですね。ご家族は仕事行けなくなるし、はい、あの、本人もやっぱり高齢で辛いでしょうから、うん、そういう意味で、あの、どんどん空気清浄機もやりながら、はい、あの、散布して、掃除なんかこれでやる。はい、毎日帰るときは、ノブなんかはもうこれで消毒して帰るとか、うん、っていうことも徹底してですね、はい、車の中でも使えますし、消毒。で、これね、匂いがすっごい消えるんですよ。うん、前にね、この機械を入れる前に、実験したじゃないですか。はい、狭いところで、お弁当を食べようって言って、はい、お弁当を食べたらやっぱり当然弁当の匂いがめっちゃするんですけど、この空気清浄機やったら5分以内ですかね、はい、匂い全部取れましたよね。そうですね。ね、びっくりしましたね。タバコも取れましたし、はい、で、ここをね、販売してる、はい、販売レンタルもリースもやってくれるんですけども、はい、この近くなんですね、FM ギノワンの、はい、会社名、ノリピーの方からじゃあ説明しますか。はい、今住所ちょっと調べてます、はい、会社名じゃあ自分の方で言いますか。はい、SC 株式会社 SC 沖縄っていう会社がありましてですね、住所は喜友名になりますかね。はい、ありましてですね、これはあの本当に一般家庭からもう老人、子供、まあ、ちっちゃい赤ちゃんであったりとかでもね、はい、やっぱり風邪うつったら怖いじゃないですか、はい、ウイルス、インフル怖いので、もう一般家庭のお宅にも僕は入れてほしいなと思ってて、はい、もう病院なんかは絶対やるべきだと思うんですよ。そうですね。うん。僕ね、僕はこれね、体験してるんですよ、やっぱり。すごく。ほら、僕、扁桃腺弱い。はい、はい。で、弱いくせによく歌を歌ったりとかするんですけど、はい、とにかくね、風邪引き出したら喉に来るんですね。はい。言うこと聞かないです、ね。うん。そうなんです。はい。で、うがい薬って結構きついじゃないですか。はい。でも、うがい薬をせずに、このジアムーバの水で、はい。うがいをしたら、次の日痛み全く取れてますよ。2、3日続けたらもう、病院行かなくても、はい。まあ、程度にもよりますけど、はい。効くかどうか、僕の場合は効きます。で、痛みが取れて、はい。もちろん喋りすぎたらまた痛みは出てきますけど、でも菌としては死んでいってます、多分。これ自分の体験談ね。はい、で、ほら、ノリピーの子もマスコット犬がいるじゃないですか。はい、私の体験談はですね、デイサービスのこの除菌で、消臭もこう人間にも安心して使える。うん、またピースコミュニケーションズのピースドッグがおりまして、マスコットの。マスコット犬がね。はい。イングリッシュコッカースパニエル、はい、もうかわいいですね。かわいい、かわいい男の子、大吉くんなんですけども、この床とかね、やはり消毒するときに、今までアルコールを使ってて、もう彼にもひどい思いさせながら、クシュン、なんか私も揮発して上がって、アルコールが上がってくるじゃないですか。うん、もうこれどうにかならないのかなって思いながら、うんうん、こうね、やって、こう、SC さんから情報をいただいて、うん、で、こう、いろいろ安心しても本当に、うん。めっちゃ使いますよね、俺もね。そうですね。なんか大衆にも、なんか、はい、体験談があるようですね。あります、あります。まずは SC さんの話は、やっぱり現場に出る仕事の方もいるんで、うん、汗かくじゃないですか。はい、じゃあ、これシュッシュってやると汗臭さも消えるよっていう、実際これ聞いてたので、うん、僕もやってるんですよ。はい、特に言いあるのは、夜歌いに行ったりとかしたときに、タバコの匂い。あ、カレー臭じゃない。僕はもう、まだカレー臭ないんですよ、僕。カレー。僕ないんですよ。ただ、頭臭いときがあって。これカレー臭だと思う。いや、頭をもう洗えないぐらい時間がないときがあって。あーってなん、いやー、やめてよ、若い。これで、頭、シャーってやってやったら、はい、本当に匂い消えますからね。なんかもう、消えますから。うなずくのやめて。うん。消えるんですよ。でも僕は汗かいた時とか、うん、タバコ、特に僕タバコ吸わないんで、うん、タバコ嫌なんですね。だから飲んだ後とかのタバコの匂いの時は、部屋に、まあ、洗濯機入れる前に、シューシューシューってやって、もうすぐ本当に匂い消えますよ。うん、消えますよね、うん、タバコの帰ってきた時の嫌な匂い。なんか事務所とかで、僕が飲んで帰ってきたりとかして、うん、事務所、タバコの服置いてたら匂うじゃないですか。嫌、うん、でしょ、うん。だからシューシューシューってやって置いたら、はい、で、これね、
除菌にもなるので、布巾とか、うん、この特に食品衛生なんか、今日はね、偶然またあれです、うん、食品衛生の、あれで、つけ置きして洗濯機入れると、もう、すごい除菌になるということで、うん、あの、漂白剤のやつを使うよりは、全然生地も傷まないし、はい、そうですね。いや、漂白剤怖いですよ。怖いです。僕、これもびっくりしたことがあって、はい、あの、サロン、掃除するために、はいはい、もうめっちゃ僕は大げさに使うでしょ？もうなんかね、無駄に使いますからね。うん、で、漂白剤をガーってかけてから、雑巾、置いてたんですよ、はい。なんかこれ雑巾熱いって、これ焼けるんちゃうかなと思って、燃えるって思ったぐらいびっくりしたことがあって、うん、絞ろうと思って水トイレ行ってガーってやって、はいはい、キューって絞ったら雑巾全部ちぎれたんですよ。俺握力めっちゃあるんちゃうんっていうぐらい雑巾ちぎれるんですよ。はい、漂白剤かけておいたらこんななるかみたいな。でもこのジアムーバーだったらそんななりませんから、はい、ずっとつけ置きできるし、本当に安心して、ね、安心です。ちょっと誤飲するぐらいだったら全然問題ない、うん、ガバガバ飲むもんじゃないですけど、誤飲ぐらいだったら何の問題もない、もう 99% 水ですから、水ですから、うん、全然問題ない。また高齢者の方って毎日お風呂も入れ、うん、体力的にも、うん、そうですね、きついので、入らない日は、うん、このお湯、はい、お湯でも40度ぐらいにして温めたら、温めても大丈夫って言ってましたよ、ね、このまた、うん、こう何ですか、力がパワーアップするそうなので、うん、効果がね、はい、上がるっていうことなんで、はい、温めても使っていただいて、うん、ね、体拭いたりとか、体拭いたらね、いいと思う、すっきりすると思いますよ。もう手指消毒なんか全然、うん、もうアルコールかけれないですから、うん、あれでね、シャーってかけてあげるか、あったかいものでタオル絞って拭いてあげてもいいんじゃないかなと思うんですね。だこれを自分たちはやっぱり利用者の方から始めてるんですけども、はい、多分一番気に入ってるのは僕だと思います、はい、私ですね。そうですかね。自分たち一番使ってるよね、はい、だこの空気清浄機としても使ってもらえれば、うん、匂い本当に取れてますよね、はい、サロンもそうでしたけども、はい、サロンもやっぱり他が使ってた後をやってるんで、はい、匂い僕結構敏感じゃないですか、はい、この匂い絶対嫌って言ってね、ずっとやってましたもんね。そうですね。ずっともう、ふやけるんちゃうかないでね、壁がね。ずっとやってたんですけど、本当にもう匂いは今無臭になって、その後から、あれ何でしたっけ、匂いのやつ。何ですか、キャンドル。何の匂いですか、あれはジャスミン、ね。ジャスミン。ジャスミンのキャンドルをやって、はい、店の人に1ヶ月持つよって言われたの、僕、10日ぐらい。ね、本当に。でも使い切りましたね。みたいに使いますから。もう1日つけっぱなしでやっちゃいまして。それぐらい匂い好きなんですけど、もう、ね、いや、匂いだけじゃなくてお醤油もね、500のお醤油ももうなんかアホみたいにダーってこう1本使うんじゃないかなっていうぐらい。いやいやいや、でも刺身醤油ってね、入れるとき、器入れるときでスカスカだったら美味しくないでしょ。結構多めに入れてつけて、なんかね、最後のこのちょっとのとこ、こう、なんていうの、舐めるようにつけるの嫌なの。いやー、なんか本当にわかんないですよね。わかんない。そんな激しい。シフォンケーキないよ。なんでもなんですよ、なんでも。まあね。見ててなんかもう、お腹いっぱい。だからですか、はい、たまに、役員会議とかで、はい、酢飯作ってくれるじゃないですか。はい、寿司の酢で。作ってくれるじゃないですか。もう何が。あれわざとですか、ね、お茶漬けのように酢が下に溜まってるんですよ。食べたら。で、僕食べながらむせるんです、こう。あれは、僕が使いすぎだからわざとですか？いや、時間がなかった。時間がなかったからです。一回でこんなに何回も言うなんて。言いますよ、言います。あ、ほら、入れすぎ。この入れすぎは自分のことですかね。入れすぎですよね。本当に、マヨネーズからケチャップから。マヨネーズの使う量、僕半端ないですよ。もうってないですよ、はい、だけど一番はこれ、皆さん急いでる時もうぜひやってもらいたい。でもお醤油ね、体に悪いですから。醤油は、うん、めったに使うことないから。だけどみんな急ぎで時間ない時は、はい、炊きたてのご飯にですね、ウスターソースをかけて食べてください、はいはい、大阪の人はこれ結構やるんですよ。ソースかけて、子供の時で弁当を持っていた汁とかついてたら美味しかったでしょ。いや、なんか弁当なんか嫌です。嫌ですか。僕はもう男家系なので、はい、兄弟男ばっかりなんで、まあそんなおしゃれなお弁当箱もないですよ。昔はシャカシャカシャカって鐘のカシャッとやね、あったでしょ。音がでも嫌なんですけど、でも、新聞、飲みますよね。新聞、あれ飲みませんでした。
お弁当箱の蓋、そんな下品な。うちの学校の男子、弁当箱、まあ、柄違いだけど、だいたいこれなんですけど、みんな蓋開けて、蓋に入れて、この四角のとこをこう飲んでました。あれコップ持っていてたの水筒、はい。水筒ボンボンね。え中学校、水筒持っていかんなあかんの？いや。中学校お弁当だったんですか？中学お弁当ですよ。え給食なんか。ないないない。あれボンボン？いや、中学校のお弁当です。お弁当ですか？お嬢さん。私お嬢さんですから。銀のあれですか？銀のじゃないですけど、銀のあの、やっぱりシャカシャカ。ですよね。男あれなんですよ。へぇ。で、それで。もしかして新聞紙に包まれてた。あ、いつだったかな？ある。汁が出そうな時、新聞紙だった。で、うちのおかん結構ね、大型でガサツなんですよ。あの、タオルみたいな、で、包んでくれるんですけど、汁漏れてるんですよ。ねえ、やめてくれって言って、あれね、中でご飯に汁かかってる分はもう全然 OK なんですよ。外に漏れて、あの、包んでるものが濡れ、あの、湿ってる時、どうやって直したらいいかわかんないんでね、片付けられない。一服堂さん、大型。大型最高です。大型最高。中学給食ですよね。中学給食なんだ、はいはい。お嬢さんですね。お嬢さんですね。だけど、普天間中学でしょ。そうです。普天間中学って、お嬢さん、お坊ちゃん。そうです。僕は、普天間の話やめときましょうね。あの、この辺ね、みんなそうなんで。はい、みんな普天間中。僕は、あの、帰り、多いですからね、事務所帰れないんで。はい。なんか燃えてたら嫌なんで、やめときましょうね。そんな、あの、何々じゃないですから。言えないでね。なんとかないですか？みんな聞いてらっしゃるから。スラムです。地名言えないですね。ああ、僕ですか。そことは違いますから。まあまあまあね。安心して暮らせますので。大阪のあれですよ。住の良くですよ。みんな柄悪いって言いますけど、あの、ボートレースがあったんで、横山やすしさんイメージしてもらえれば、わかるんじゃないかなと、はい、思うんですけど、まあ、近かっただけなんで、うん、あの、住めば都ですよ、どこでもね。はい、そうです。はい、いいところです。ね。効率はこっちは、給食、そうなんだ。給食は僕ね、小学校の時で終わって、ジャムが好きでですね、ジャムはおばちゃん足り、ジャムおばちゃん3つ足らんかったって言ってよく言って、給食当番じゃないのに、小さい時から。あの、この四角い、あの、ビニールの、はいはいはい、うん。これじゃなくて、これなんですよね。違う。ビニールで、こう、ちぎるやつ。だから、これなんで、あの、あの、ホテルのイメージの、あの、これね。ボンボンね。ボンボンです。うん。びっくりした。はい、育ちが違うということで。育ちがね。まあ僕はまあ下町の大阪の住之江出身なんで、はい、まあそういうところですよ。まあまあそんなこともあって、はい、まあデイサービス、はい、お年寄りのために日々、はい、ね、スタッフが頑張っております。はい、今日もまた喋りすぎて、はい、あの、新コーナー、2回目の新コーナー。あ、違う、先週山内さんに言われてるんです。はい。これ長かったから、うん、切りましょうよ。カットされた。あの、質問も3つぐらいにしときましょうと。カットされた。こんなにインサ、うん、山内。呼び捨てするなっつ。来ないくせに。先週切れたよ。1回目だから。1回目だけか。そうそう。あ、はい、今日あれじゃない、ノリピー来るって分かってるからじゃない。嫌なんですかね。多分ね。そうですよね、きっとね。文句言うから。じゃあ、あの、次のコーナー行きますか、はい。もう CM コーナーないんですかね。大丈夫です、ね。じゃあ、このまま行きますか。はい。ノリピーも初のコーナーですからね、はい、今日は。はい。はい、段取りよろしくお願いします。木部新人、あ、木部七右衛門の、なんでなんでなんで。これ、あの、番組名にしたいんですけど。はい。あの、ピースコミュニケーションズの、なんでなんでなんで、はい、のりあの、タイトルコーナーを来週から変えたいと思います。でも、自分たちのパターンだったら、来てからやっぱりこれに進んでて、はい、全く関係ないもの言ってるはずなんで、はい、なんでなんでなんで、ちょっと面白くないですか、はい、はい。ということで、のりぴーも初めてのコーナーなんで、先週聞いてないでしょ、はい、聞くって言っておきながら聞けないでしょ。先週は私遊んでたでしょ。いや、先週はですね、皆さんの誤解がないようにあれ、このビーチの付近、コンベンション付近の清掃活動をやってました。はい、
避けられた避けられた言い訳どうぞ。クリーン作業をやりまして、あの普天間基地のね兵隊さんもたくさん頑張ってました、ね、はい、ね、たくさん集まっていただいて、はい、また宜野湾の会社のもたくさん集まっていただいて綺麗にしました。先週ね質問コーナーで、はい、あの皆さんからの質問を受け付けてるんですけど、何個かある中で、ある中で、これだ、あのこれはネットからだったんですよ、はい。なんでこの質問って言って僕が受けたっていう話をしたんですよ。うん、これこの質問だけはもう一番トップで言うって言って、はい、これノリピーの回答も欲しいんですけど、はい、指原の需要。需要。これはあのオタッキーのニーズですよ。あんた言いたい放題だね。この需要はニーズさ、はい、ニーズですよ、はい、この需要なんであるんです。みんな好みじゃないですか。答えならへんから答えなさいよ。ニーズですよ。好きなんですよ。好きなんですか。じゃあ今日私、はい、これね、あ、もう質問足らんな。選手やりすぎたかな。調べてないんか。やりすぎたかな。あ、なぜお茶組イコール女性の仕事ってなっているのって。要は、男が茶なんか出したらしらけるなどと意味不明な発言をした中年男性がいたが、前の職場では若い男性が普通にお茶出ししたり、お茶出したりしていた。男性がお茶組したらなんでいけないのっていうことで。誰でもいいじゃないですか。と思いますよ。僕もお茶やってましたよ。誰でも気づいた方が美味しく入れてあげれば、入れたくなかったら私やりたくないですって。じゃあもうやりたくなかったらお客さん来た時に席外せばいいんですよ。どっか行けばいいんですよ。ね、美味しく。でもこれ僕だけかもわからない、うん、あ、イケメンに入れてほしいですっていうことで、ね、イケメン雇わないといけない。イケメンね。イケメン雇わない。イケメンだから給料いっぱい取るとかね、大変だね、うんうん、なんかね、自分の担当の人が入れてましたね。あ、それでもいいですね。あの、待ってるでしょ、来たらどうぞって案内して、うん、じゃあ入れてきた時にお待たせしましたっていう形で、僕はやってますよ。あ、多分ね、なんか上司のおっさん、あの、おっさんって言うな。あの、入れてくれてね、あの、ありがとうっていう気持ちが伝わらないんじゃないですか。うん、ね。まあ、これいつの質問かわかんないんですけど、うん、男性でもいいと思いますよ。うん、なんかね、ただね、この、女性の方が、この気配りとか、出し方は、やっぱりなんか、出してもらったら美味しく感じるよね、やっぱり、ね。丁寧に出してくれるじゃないですか。ね、そうですよね、うん。あの、ごっついてて、なんか指が入りそう。向きであったりとか、ね、なんかその辺はちょっと違う気がします、ね。私が勤めてた会社でも、急に何かそういうなんか、こう言い出すのがあって、うん、あのセリフになったんですけど、結局でも私が近かったので誰でもいいんですよ。いいですね。もう誰でもいいという回答でいいですか。はい、はい、我慢しなさい、はい、チーンということで、このチーンがないんですよ、はい、選手からね、どこ行く、あ、これですね、はい、じゃ次のポイント、これメリハリをつけろと言われて、はい、何か行きましょう、はい、誰か来ましたよ。あのノリピ、これも聞いていいですか、はい、おならは我慢していいの。我慢していいんですよ。そうですか、はい。どっから出るんですか。したい時はみんな自分の勝手ですか。でもあのこれおならはですね、あのこの健康な証拠ですから、皆さんガスね、はい、ガス出なくなったら大変ですから、はい、元気な証拠、はい、でも我慢したい時は我慢してもいいんですよ。あとで今日はね、これノリピーが今日ね初コーナーなんで、はい、やろうと思って、まあ、時間もあれなんですけど、男性が彼女に聞きたいけど聞けないと思っていること5選っていうのがあって、5つあって、1つはね、元彼はどんな人だったって、あの男性が彼女に、自分の彼女に聞きたいけど聞けないっていう中に、元彼はどんな人だったっていう、これどうですか、聞かれたら嫌ですか。嫌じゃないですけど、あの私の場合は忘れますからね。基本あの同級生も覚えてないもんね。ノリピーね。忘れますからね。あ、ゲップしないとおなら出やすいとか聞いたことあります。あ、なるほどね。あ、そうです。口からのおならだ。口からね。口からおならするか、
お尻からおならするかみたいな、そんな感じ。でも元気な証拠で。そうですね。まあ炭酸飲めば一発でゲップがね。我慢は良くないで、体に あの悪いので、お腹痛くなると ね良くないですか、ね、あのこそっと後からまた。また我慢して我慢して出たらまた臭いんじゃないですか。その時出した方がいいんじゃないですか。こそっとどっかでね、はい、あの爆発するよって言っとけばいいんですよ。爆発、はい、出してください。爆発発射で、はい、我慢はしないでください、はい、で男と友達ってどんなやつって、男友達が多い彼女っていうことでどんなやつって聞いていいですか。どんな男友達、うん、あ聞いていいんじゃないですか、うん、男友達が何ですか。聞いた方が逆にさっき その元彼の、ね、はい、ことを聞いた彼が気を悪くしないかっていう心配でしょうか、ね、心配はね、ありますけどね、まあ、多分好きだからやきもちもあったり、うん、心配だから聞くんでしょうね、うん、でも聞いたら余計に自爆するみたいなパターンかもわかんないですよね、うん、ね、めっちゃかっこよかったよとか、うん、めっちゃもう金持ちだったよとか、うん、もう言われたらもう行けやって思うよね。なんでじゃ別れんねん。もうこの何ですか。なんで切れてるんですか。そんな人だったんですか、はいはい、前の彼氏どんなだったって、え。あ、私に聞いてるんですか。なる前の彼氏どんなだったんですか、はい、もう忘れちゃいましたね。長い昔ですか。はい、昔です、ね、もうあの締めてくださいね、はい、チーン、はい、今日も質問コーナーちょうど3つぐらいでよかったじゃないですか。はい、皆さん、ピースコミュニケーションズのなんでなんでなんででした。なんでなんで大阪弁バカにしてるんですか。楽しかったでしょうか。ピースドットピースラボ募集してます。はい、募集しております、はい、アドレスは797@fmginowan.com、はい、こちらでも受付しておりますのでよろしくお願いします、はい、また来週金曜日夜の7時から放送します。はい、一服堂さんありがとうございます。さんのコメントいただきましてありがとうございます、はい、あのこの後しっかりといただきますので、はい、お願いいたします、はい、AKB ファンさん、また来週コメントはい、皆さんコメントいただいた皆さんありがとうございま す, いますバイバイ。お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。